チュアルね。スピリチュアル？何？ほら、守護霊の声が。とってもスピリチュアルね。これは守護霊ではないんだけどね。私は呪術系ビデオブロガーのウラネ恐れ罪よ。知らないけど。名前。ねえ、あなたたち、私の部屋がちょっとスピリチュアルすぎる。スピリチュアルすぎる？嫌な予感しかしねえよ。解決してきてくれたら、じゃ。ああ、そ。そうだね。KK がおとなしくしてるのは想像できない。変なことがよく起きるわ。何が原因なの？このお札、逆さまだね。すでに何かの気配を感じるな、まったく。あぶり出して払うぞ。なんで藁人形なんて飾ってるんだ？スピリチュアルなんじゃない？こんな巨大な藁人形、初めて見た。もはやカカシだな。カラスが逃げるぞ。霊視してみるか。何かいるかもしれん。はあ、すっごく安らぐ。抱き枕にしちゃってるよ。俺の出番だな。呪いの人形を自作しているのか。あいつの言い方だと呪いとは思ってないだろうな。これがスピリチュアルなんだろうね。スピリチュアルなクローゼットだね。変なものを呼び寄せてそうだな。ベランダから視線を感じる。誰かいるのかな。我はクローゼットを守りし守り神なるぞ。払えば衣服に虫が湧くぞ。って言ってるけど。ただの悪霊だ。払っちまえ。よし、任せろ。水回りはきれいにしておくと運気が上がるらしいけど。きれいとか汚いとかの問題じゃねえぞ、これ。見ておけよ。何のつもりだ、これは。アロマキャンドルだったりして。
ろうそくなら墓場にもあるからそっ。よし、任せろ。これで全部払ったみたいだな。スピリチュアルすぎて悪霊が住み着いちゃったみたいだね。部屋の問題は全部解決したよ。ありがとう、助かった。なんであんな奇妙な部屋になっちまったんだよ。スピリチュアルな要素を足し算していけば。いや、全部引き算だったよ、あれ。おい、そろそろ上。そうね。またねって、帰ってくるつもりなのかな。それじゃ悪霊と変わんねえぞ。もっと遊びたいよ。お兄ちゃん。陽介か。心配して。だって見つかったら終わっちゃうもん。ねえ、まだね。そこは誰にも見つかったことないんだ。すごいんだ。ヒントは7階建てのコンビニがある。じゃあ隠れるか。あの子。ただかくれんぼが好きなだけなのかな。あそこまで執着するってことは何かあるな。まずコンビニを探してみるぜ。ここなんか事故が多そう。よくわかったな。ここはそういうとこだ。バイク乗ってるからね。そういえば事故ってたな、お前。コンビニは7階建てのマンションか。ここかな。8階。おい、このビルは7階建てだったよな。ボタンを見てみろ。変だね。とっておきの場所か。確かに普通じゃいけないな。あの子はやっぱり僕たちにここを教えたかったんだよ。じゃあこの神隠しの元凶を片付けてやろうぜ。Oh.
いた。見つけられたんだね。君は帰りたくないの？平気だよ。ここならずっと。もしかしてお前がこの場所を作ったのか？そうだよ。ここからがかくれんぼの本番。あいつが神隠しの原因か。なんだか話が変わってきちまったな。それならなおさらあの子を見つけないと。おい、クソ、遊びじゃねえんだぞ、こっちは。またか。二度同じ場所に隠れる犯人ってのもいたからな。同じ場所を探してみてもいいかもな。わからないだろうな、お兄ちゃん。開かねえな。この小屋、屋根が壊れてたよね。上から行けるかも。君のわがままでみんな帰れない。これ以上続けるなら僕。なんでみんな家に帰りたく帰ったって隠れ。家に帰りたくねえのか。うん、パパと。安心しろ、きっとそんな。誘ってくれてありがとう。またね。
その子ちゃんと帰れたかな。多分な。でもなんかやるせないね。子供に罪はねえよ。大抵大人が原因だからな。助ける。集中してるじゃねえか。また赤い桜だな。汚れを感じる。こうなると思った。来い。汚れを払うぞ。こんな時でも桜はいいもんだな。マリにも見せてあげたいよ。俺が大切に育ててた。あれはただの犬。人の言葉をしゃべるし、顔だって人。もしこいつが言ってんのは本当なら、あいつらとなんか関係あるかも。
あいつらの殺気を感じる。気を抜くなよ。ああ。あのガキが言っていた犬。頼む。このまま連れ戻しても酷だし。だな。こいつは俺の犬だぞ。かかって。いつの間に。やるしかねえ。もう兄貴の犬として生きなくていいんだ。弟を犬扱いだなんてとんでもない兄だな。妹を助けようってお前が成人に見えるよ。そこまでじゃないけど、あれよりマシだね。